はいどうも、今回はこちら富士見のリアルスポーツカーシリーズポルシェ911カレラ 3.8RSR、 これをやっていきたいと思います。これ本当はホイールを変えて組みたかったんですけど、まあいろいろ考えた結果結局いいホイールが見当たらなかったので、まあちょっとねこのままでキットのままでね組んでいきたいかなというふうに思います。じゃあ見ていきましょう。これね、箱絵めっちゃかっこいいんですけどね。箱絵のかっこよさは何なんだろう。まあ車高とリムの深さだと思ってます。だからホイールを変えたかったんですよ。こういうね、ポルシェとかのそのリアめっちゃ深いやつとかね、そういうやつに合わせようとするとなかなかいいのがないんですよね。で、ボディはね、普通のカレラなのかな。共通だったりするのかなというふうに思います。カレラの RS と共通なのかな。で、ここがすげえ変わるような感じなので、ルーフがね、っていうふうになってたり、これは確か普通のカレラ2、カレラ4。その辺の知識は全然ないんであれなんですけど、それと同じような共通になってるのでこういう風になってる。ルーフ埋めなきゃ。内装もこんな感じですね。普通のカレラと共通なので、なんかこの内装にロールバーがつくっていうようなね、そんな感じのキットですねー。箱絵はめっちゃかっこいいんだけどな。ただキットのどこまでどうできるかなっていうのはありますけどね。できる限りかっこよく仕上げるのが今回の目標。今回は下回りの塗り分けはなしでいきます。なんでまあフロントの足下げたいんですけどね、斜めになってるんですよね、このアブソーバーの付け方が。こういう風になってるとね、ちょっと難しいんですよ。実際車高を下げたりしようとするとなんですよね。リアはねすんなりいくと思います。このアブソーバーの切り目とかこの辺ちょっとね加工してあげれば下げれると思うんですけど、フロントはどうするかなってとこですね。でこれね、これ確かね、カレラカップ仕様のキットがあったんですよ、昔。多分それの部品だと思います。そっから持ってきたやつだと思います。で、クリアパーツ。これはまあ、別にどういう風でも、どういう風でもって言い方はあれだけど、まあ、問題ない。問題ない。うん、まあ、気にする必要はないかな。一番の元凶はこれですよね。リム深くしてほしかった。このね、ポリキャップの仕込むところはね、結構深いでしょ。だから、その分でね、どうしてもね、っていうところはあると思います。で、タイヤが RE71 ですね。リアは太いんですよね。で、本当は、ディアブロについてくるホイール、富士見のディアブロについてくるホイールをって思ったんですけど、あれピレリのタイヤついてて、あれがねめっちゃ太いんですよ。で多分ね入んないと思うんですよ。なのでまあ結局このホイールでノーマルというかキット付属のホイールでいくことにしました。でデカールです。普通のカレラ RS のデカールプラスこんな風な給油口ね。わかるんだけどみたいなね、そんな感じのキットです。どこまでかっこよくできるかな。ロールバー、何これ。合うとこないんだけど、位置が合うとこ
と、あともう位置決めも減ったくれもないんで、組むのにめっちゃ手間。まあね、富士見あるあるのバリテンキットはえらい目に遭うっていう典型パターンみたいな、そんな感じです。ロールバーなしにする？ロールバーなしで RSR 仕様とかにしますか。でも詳しい違いを知らないからな。パテ盛ります。今日ちょっと多少天気がいいので明るいうちにもうパテ盛っちゃう。天気がいいうちに、よいしょよいしょ、光効果パテでいきます。どうせほとんど削っちゃうんだけど、まあこういうモールド埋めるぐらいならね、パテでもこれぐらいはやりますよ。瞬着で盛ろうかなと思ったけど、多分瞬着だとこれは流れて綺麗にいかないやつだから。で今天気がいいんでよくはないんだけど、雪は降ってる、雪降ったりとかしたんですけど、日差しがあるから、日差しがあるときにやっちゃわないと、こういうのは、まあ、とにかくこうコネコネしてコメコメして。部品点数自体はねかなり少ないんで、そこに関してはあんまり、なんつったらいいの、まあ大丈夫かなというふうに思うんですが、細かいところのすり合わせが多分やべえやつ、この感じは。ただまあ夏場みたいにこれ、光効果パテね、すぐに固まるわけではないので、まあちょっと長めにね外に置いて、でまあサフ吹いて削っていくようなね、そんな感じにしていこうと思います。はい、遮光落とします。言うてこいつはそんなに厄介じゃないかなというふうに思います。厄介かもしれないそうか、こうなんのか。なーなー、アブソーバー切ってはいはいはいっていうふうに思ってたけど、そんな甘くはなさそうだ。曲げます。このあの富士見のね、この灰色成形のやつって結構曲がるんですよね。結構曲がってくれるんで、しなるというか、だから大丈夫、これで形つけてあげれば大丈夫。左右同じぐらいの曲げ代になるようにして、でこのアブソーバーのてっぺん切ります。これで多分 2,3 ミリは下がってるはず。あんまりがっつり下げなくても、箱絵のやつを見る限りではね、箱の写真を信じるんだったらこれぐらいの曲げ幅でも結構落ちてるかなというふうに思います。でフロントなんすけど、こういう形状だとね、車高落とすのちょっと厄介なんだよな。落とし方をミスると舵取りがうまいこといかなかったりするようになっちゃうんで、切り落とします。あれちょっと待って、切り落としちゃってよかった、切り落としてから言う、それあ、大丈夫、これなら大丈夫。切り落とします。ここの4箇所、ダボというか穴を切り落とします。で
削って平らにして、でもしリアの方下げすぎたなっていうふうに思ったらこれで見てね、前後合わせてみて、そしたらその時にまたちょっと曲げてあげればいいんでね。でこれで多分1ミリ 1.5 ミリぐらいは下がったかな。まあ今回塗り分けはしないんでね、リア、あ、下回りはね。とはいえまあブレーキとかは塗りますけど、こんな感じなので、こんな感じなので、この真ん中に穴開けます。ちょっと待って、ここに穴を開けます。この真ん中のこの下回りのね、下側のところ穴開けます。本当はリアがここまで被る感じじゃなかったらね、ここ切り落としてその分ペタって下げればいいやって思ってたんですけど、それはできなかったので、多分ね前後合わせるんだったらね、この切り代じゃない、あの出っ張り分ぐらい切ってあげればそれだけでいいぐらいのとこ来るかなと思います。これかっこいいんだけどな。こうやって開けます。こうやって開けます。で開けたらここ切り落とします。ここの部分はいバッチリ。これで多分舵取りの部品も干渉しないでしょう、これぐらいの下げ幅だったら。大丈夫ですね。どっか干渉してる感じもないので、で多分ですけどブレーキの部品干渉しそうな気がするんだよな。大丈夫かな。上げてあったってことは、あんだけ底上げしてあったってことは何かしらがあるからだと思うので、ここ切ります。これでいきます。まあ下回り塗り分けは今回なしなので、もうここで接着しちゃいます。マフラーもね、出口の部分だけ塗り分けるような、そんなか、塗るようなそんな感じにします。前後同じぐらいの位置に来るかや。ちょっとリア低すぎるな。OK、もうリアはもう下回りは諦めよう。切る。本当は切りたくないけど、しっくりこない。で、こっちも切ります。まだ干渉する。あ、ここか。ここの先端のところ、ここのねところも干渉しちゃってるんで、ここも切ります。ちょっと前傾ぐらいにしたいんだけどな。これでちょっと前傾ぐらいになるかな。これでいきましょう。もう下回り塗り分けなしって思ってるから、もう潔くいきましょう。こういう時はもう潔くいく。多分ちょっと前傾姿勢ちょっと後ろ下がりになりそうだけど、まあこんなもんかなと思います。いろいろ考えたんですけど、やっぱりこのリムはちょっとっていうふうに思って、アスカモデルのこれなんだろう、ユーロスタイルかなんかだったと思いますけどのリム、
使わない方のリムですね。これ使ってリム増しします。ただそんなこうむっちゃ深くするわけじゃなくて、まあ前後の、バランスとか見ながらこんなもんかなっていう、そんな感じの程度ですね。いやーもうこのまま組もうと思ったんですけど、なんか許せんなんか許せん。よし。でこれポリキャップを2つかませるような感じになるんですよね、この奥の方に。ってことはポリキャップの深さ1つ分ぐらいなんとかならんかなというふうに思ったわけですよ。なのでとりあえず1回ポリキャップ入れます。こんだけ深いわけですね。で外に出すんでそんなに深さとか、深さじゃないわ、何、幅とかは気にならん、なんて言ったらいいの、うまいこと言葉が出てこないけど、なんとかならんか。でね、喫水線、船のモデルの喫水線書く人とかだったらね、まあ想像できるかなというふうに思いますが、こうやってね今回しながら油性ペン使って深さを出しました。深さじゃない、太さ、この分だけ外出すよっていうね、出しました。切ります。で次はこの外側ですね。この段差になってるところを削ります。これなら結構いいとこ来るんじゃない。よし。これでリムの太さは同じってことは、つまりタイヤの幅もそのままで同じでいけるし、っていうのがね出来上がりました。でまあ内側の分削ってるんでね。で、あとはねこのポリキャップの分、またリューターでビヤーってやりますけど、っていうような感じにして合わせてあげようと思います。内側に干渉することもないんじゃないかなと思います。しょうもないミスしました。ホイールつけようとして足回り寄った。しょうもない。まずは 0.8 かな、 0.8 で穴開けて、よいしょ。まあ下穴開けて伸ばしランナー突っ込んで、それで足回りのね修正みたいな感じですかね。まあ自分もねプラも組み始めて、まあ本当昔の話ですけど、こういうミスはよくやらかしてましたよ。オイルつけようとして足回りの部品落ちちゃったりだとか、舵取りの部品をね落ちちゃったりだとか、そういったことはよくありました。で昔は、まあ、そのままもう無理やり接着してみたいな感じでしたけど、さすがにねそういうわけにもいかないんで、結構掘ります。長い深めに。まあちょっとキャンバー角ずれそうだけど、次 1.2で多分ちょうどいいぐらいの太さだと思います。この折れた跡を見るか。よいしょ。 1.2 で掘って、次は伸ばしランナー作ります。1.2 の太さか。
なもんじゃない。で、実際に入らなければ意味がないんでね。こんなもんかな。もうちょっと太くてよかったな。で、これを細いな。多少バターは出るかな。こんな感じにしました。これ接着して、で乾いたらこれをこう戻してっていう感じですね。ああしょうもない。これはねーこのロールバーなしでよくねまあつけちゃいましたけど、なん、このモヤモヤ感。リアは左右に、わ、また外れた。もうこれね、接着するところはないんすよ。フロントもまあこんな感じだし、どこにつけるのこれ。説明書に書いてあるけど書いてないよ。書いてあるけど書いてないよ、こんなもん。もっと後ろだったのかな。もう、アクセルペダル、ツリーペダルもなんかここでいいのみたいな感じだし。で、まあそうも言ってられないので、ヘッドライトインナー、またね、メッキシルバーネクストを、筆に沿ってね塗ろうと思います。リアをリム増ししたけど、フロントもちょっと増したかったですね。こうしてみるとちょっと、こうするとフロントがなんていうかな、もうちょっとでもいいからリムがあった方が、ダンリムでもいいけど、なんかあった方が雰囲気出たのになっていうふうに思います。よいしょ。これ彼らだったらノーマルのね、彼らだったら多分雰囲気はまた違って、というかもともと彼らのキットだから、あの不死身あるあるっていうか、途中で追加したやつは大抵なんかああみたいなね、そういうところがあるっていう、あっ感じがありますね。まあ、それも不死身なんですけどね。それもひっくるめて不死身だなっていう。だから別にその他のメーカーだったら、ああ、これはちょっとっていうふうに思うんですけど。まあこれも思うんですよ。これもちょっとって思うんだけど、でも、まあ、ある程度は予想ができてはいたけど。箱絵かっこいいじゃん。あの箱絵の仕様を作りたいじゃん。ってことは、ロールバーがこれってことは、こういう状態ってことは、あの、カレラカップ仕様の、この、なんだっけ、964? の、ポルシェも、の、カレラカップ仕様のやつね。もう、多分こういうことなんでしょ?種類あるのは知ってるんですよ。いろんな種類があるのは。いろんな種類があるから、ああ、これ、まあ、今はね、生産されてないんで、中古とかでね、まあ、自分ももともとまあコレクター気質なので、こう、コレクションしてね、コレクションというか、まあ、あと集めて、で、こう、また、ある程度揃ったら組んでとかってことしても面白いかなって思ってたんですけど、
結局これ、まあ結局デカールも貼らなかったので、これはじゃあ一体何なんだと。カレラ RS でもないし、RSR でもないし、カレラでもないし、何なんだろう。またよくわからないものを生み出してしまっている。生み出そうとしている。まあそれもね、まあいつも言ってますけど、富士見のキットは結構当たり外れが多い、車種は多いので、まあこれもね、一つのね、こんな風に仕上がるんだなぐらいの、そんな感じで思って作ってます。はい。まあ何事も経験ですか。テールランプを当てがってみたんですよ。こっちはいいとこ来ます。入らない。入らない。これはね、多分ね、捨て竿削りした時にやったんですけど、まあ結局、結構ここはね、膨らんじゃってるんですよ。ぽいんですよ。で、このテールランプインナーこれむちゃくちゃなので、これはもう全部無視して、こうやって塗ってますけど、でかつもうこの説明書の指示も怪しかったんで、実写の画像を見て、ああやっぱりねみたいなね。まあこれはもう、そういうもんだ。ちょっと削ります。あんまり削りたくないんですよね、クリアパーツ。でも入らなかったらどうにもなんないから削るしかない。今400番の目で削ってます。まだだな。ここまで来たら、ああ無理やりは無理か。というかテールランプの R が合ってないのでは、これひょっとしてテールランプの R が合ってないのと、大きさがまあちょっと変、金型の成長によってボディが入らなくなって、ボディに入らなくなってる。どっちか合わせると合わないっぽい。金型の成長っぽいなこれ。ここがね、多分ね膨らんでるんですよね。この部分が。この時点で削るのもきついよな。ちょっと待って、完成2本どうなってる。ぴったりきてんな。でもぴったりきてんな。てか説明書の塗装指示とこれ違いますよ。多分こっちの方がね、実写に即したテールランプの塗装ですね。ここでこういうオチが来るとはね。削るか。あんまり削りたくないんですよ、この状態から。でも削らないと入らないって言われたら削るしかないんですよ。角にねこうやってね持ってくるとね、でここがもう膨らんじゃうと入んないんで、これも昔からあるキットでしょ、元は。だから、まあ仕方ないんですけどね。全く飽きさせないですね。富士見は飽きさせないね。まあ昔のキットだから、何こうとやかく言うことはしませんよ。反対側も削った方がいい。まだ削らなきゃいけないっぽい。デザインナイフのこの真ん中のところ、この刃の中心、真ん中の部分を使って削ります。
こっちは大丈夫になったけど、こっちがまだか。やっぱりこっちも削らんきゃか。最近ちょっと古いキットを組んでると、この要はパーティングラインがどうしてもね、この中に入っちゃってるから、こうステサフ削りでも削れないなとかって時はあるんですよ、実際のところね。でもまあなんとかつくにはつくからみたいな感じで、そのままね進めたりとか、あとはねタッチアップ、筆塗りでタッチアップとか、そういうことしたりすることは実際あるんですよね。本当はこういうところもあらかじめね削っておいた方が、それはもちろんいいんですけど、これぐらいが限界。クリアパーツも削りたくないし、塗装した後削りたくもないんだけど。ってことはフロントバンパーのウインカーも入んない？まあ現物合わせてやるしかないか。こんなもんじゃないっすか。こんなもんが限界かな、自分の腕だと。はい。でまあこのウインカーのところはまあ裏からミラーフィニッシュあります。はい、富士見のポルシェ911カレラ 3.8RSR っぽい何か完成でーす。ロールバイラン。こんなんなるならロールバーいらんかった。つけんきりよかった。じゃあ迷ったんですよ。これ多分ぴったり来ないんだろうなと思って。で、よくよく見てみたら、箱の完成見本の写真もね、こんな感じなんですよね、ロールバー。つけんきりよかったというか、この RSR としてじゃなくて、RS として作ればよかったな。RS として作ってたら、ロールバーもいらないし、まあ結局 RSR のデカールも貼ってないですしね。だったら RS でよかったんじゃないの。と、ロールバーを、ロールバーついた状態でボディを合体させた段階で、あーっていうふうに思いました。実写はこのリアウィング一体なんですね、このエンジンフードと。でもこれをパテ盛りして作るにしても、なんかうまいこといきそうになかったっていうのは正直あります。なんでこれ組むなら彼らかな、彼らの RS かな、 RS として組んだ方が精神衛生上はいいかなと思います。富士見のポルシェはあと作ったことがあるのがケーマンなんですけど、ケーマンは結構ねいい感じに組めた覚えがあります。ちょっとリアのシャフトがね短かったのはすごい覚えてる。リアのシャフトも気持ち長かったらよかったなっていう風に思ったりしたのはあるんですけど、あと富士見のポルシェで作ったことあるんです。なんだっけ、あんまりない。まあ、昔928の K2 比を作ったんですけど、そのもう昔なんでね、なんで T ガレージ始めてからには換算できないしカウントできないしっていうところはあるかなっていうふうに思います。もうちょっとこの箱絵のかっこよさをちょっと出したかったかなっていうふうに思います。フロントはまだちょっと下げ幅足りないなっていうふうに思ったので、またね シャーシのね固定位置をずらしてで、下がってるように見えてる見せるようなそんな感じにしています。あ、ワイパーの形状は合ってません。ウィンドウの形状には全然合ってないです。なのでクニクニ曲げたんですけど、それでも浮いてます。いやー、これはかっこよく見せようとすると途端に難易度が跳ね上がる。多分これは彼らノーマルの彼ら RS じゃない普通の彼らを組んだ方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、ロールバーがこれってことは多分ワンガンミッドナイトシリーズのねブラックバードもロールバーは多分形状一緒だったと思うんで、っていう風になるのかな。まああれはちょっとホイールもなんとかねっていうところはあるので、まあ、っていうところはありますけどもね。まああとはまあ K
気にするんであればエンジンフードの下のところがまあスッカスカなので、例えばねそこにねまあプラ板黒く塗ったのを当てがってみたりだとか、まああんまり気にならないかなというふうに思いますけど、あとはこのね、うん、フロントのボンネットのねここのね奥のスリットのところ、ここもまあそんなには気にならないけど、気にするんであればそこはちょっと埋めたりした方が、埋めるというか裏打ちというかね、そんな感じにした方がいいかなっていうふうに思います。箱がめちゃくちゃかっこいいんだけどという感じでした。まあこんな時もありますよ。でもこれもまあ不死身のキットの楽しみ方の一つかなっていうふうに思いますと自分は思ってます。というわけで今回は、不死身のポルシェ911カレラ 3.8RSR のキットを 3.8RSR っぽい何かにしてしまった回でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。